そりゃ感じ方なのさ、じゃないの。だから君しか勝てない漫画を描こう。これがどうなの、ゴー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 、行けるここまで行ったもん勝ちだろ。俺も好きなようにやってきてバーランクの Yes DJ に DJ ライクを描くの。俺はマイクを発信だ金太郎。このリリックスはまさかりのようなもん。振り落とした時はルバットマイの音にまたがり歩く。マイオマイオとっても切れない音楽と人間の関係性は大丈夫。良くも悪くも俺らこれと格闘して。俺は歌を歌うことしかできない DJ。 それは他の何よりも気持ちいいぜ。こんな時代だから。タンゴ楽しんでますか？白霧の神聖サーバー投げ、ブラッサーが乱やしたボーイまで、シルバーの呪いを言う。ここが不良と芸術の交差点。白霧の神聖サーバー投げ、ブラッサーが乱やしたボーイまで、磨け磨けるなら終わらせ。ユーヴィッチベリージャボビーカンフィウェット。傷つけることも癒すこともできるからこそ取り扱い注意。アーティスト自由に舞い上がる宙に、数字追いかけた時点でアートじゃない、ただのビジネスマン。今こそ見せつける本気と趣味の違い。ルカフィミーマン二番先人いらんぜ。そんなもんに使わないテクニック。 Oh yes, ooh yeah。今日は祝い尽くし、野呂さんのバースデーは野呂さんを祝う日。野呂さんのために俺が飲む日かもしれん。ダメ息ばかりついてても、どうにもならないことなのに、なって人は何度も繰り返すの。ダメだと分かってる同じ過ち、人に期待ばかりしても、おーりと違い、自分次第で捨てて決めろ。そいつだけは裏切らない。ぜーおっさん2、1、刻一刻と迫るタイムリミット、探し続ける自分が生まれた意味。後世に残す自分が生きた証。